どうも、ヤバです。今回もですね、将棋坊主実況やっていきたいと思います。さあ、お相手、どんな方でしょうか。お前が先手だ。はい、一級の方ですね。一手損角換わりを得意の方ということで、初段、得意戦法は初段の方ですね。さあ、やっていきましょう。一手損角換わりというと、こちらはですね、角換わりはする予定はないので、まあ、角換わり戦にはならないとは思うんですけれども、まあ、今日も京都でですね、ちょっと棒銀的なことを決めていけたらいいなというふうに思っております。相手、ヤグラですね。さあ、ヤグラ囲いと、いうことでして、で、これは王様寄っておいて、で、こっち銀上がっておいてですね、ここの、57の地点を、ケアしておきながら、ケアしておきながら、これな、普通取ってくる、取ってきた。取ってきたら、当てていきましょう、一回。まあ、これで、端歩までついておいて、まあ、こっからですね、こっからちょっと勝負していこうぜっていうことなんだけど、さあ、これで、ここに歩を打って、で来ない。なんと、もういきなり角ぶった切ってくる。角ぶった切ってくるのはいいんだけど、その飛車回りあんまり意味なくねえかっていうのはちょっと言いたいよね。ここに銀打ってくる。銀打ってきたら逃げましょうか。銀打ってきたら逃げるでいいと思いますが、どうでしょう。ここに角打つっていうのもあるかな。あ、銀打ってきた、逃げる。はい。で、ここに、歩か、歩でいいか。歩でよくって、はい。で、どうする?なんかね、この銀をいじめたい、成銀をいじめたいという発想しか出てこないですよね、まず。まずもって。はい。これで、どうしようかな。この歩取られるの嫌だから、一回、2分。まあ、金上がっておいて、金上がっておいて、その歩は何でもないと思うんで、一回角打っておいてですかね。角打ってこの銀取りますよっていう話して、さあ、これでどうだろう。これで、この銀が取れれば優勢になるんじゃないのっていう話なんだけど、これは角が効いてるんで、まあ一回タダで取れますよねっていう話ですね。で、下から銀打っておいて、で、これは、切っていきますか。素直に切っていって、まあ、これでいいかな、という感じが、します。さあ、あとは角打ちとかをね、どうケアするかっていう感じですね。角打ちどうケアすればいいんだろう。ここのね、大駒が2枚、隅っこに並んでる感じ。どうなんっていう感じですけどね。まあ、これは一回引いておいて、銀にね、ちゃんと紐をつけておきまして。さあ、時間トントンですね。まあ、ちょっとこの危険分子を排除しておくっていう発想もあるんだけど、まあ、とりあえず一回はこれ上に上がっておきますか。上に上がっておいて、そうか、と金作れるのか。と金作れるんだね。と金作れるのか、そうか。そうか、ちょっと待ってよ。これ待てよ。まずいぞ。と金寄ってきてまずいじゃんっていう。と金寄ってきてまずいよっていうことですけど、そっちに寄ってくるんだ。とりあえず一回桂馬跳ねて飛車に当てておきますか。はい。これで、これで、一回逃げておきます?これ。金逃げておいて問題ない気がした。今一瞬。で、あ、これ今ね、と金に飛車取っちゃってもよかったね。取っちゃってもよかったぐらいですが、まあ、これで棒銀決めていけるんで、まあ、悪くないかなと。このと金は無視するほどでもないか、無視しなくていいか、取っちゃっていいか。相手が4歩あるっていうね、なんか意外と、あ、もうぶった切ってくると。ここでぶった切ってきて、あとは何を、してくるかという感じなんだけど、でもこれは、取り合って飛車でこれが取れるから、相手が、できることがもうなくなると思うっていう、まあ、そういうメリットがありますね。で、これに関しては、銀で取っておいて、で、引いておくということですね。
さあ、さらに、飛車戻っておいて、まあこれ、この歩回収しますよっていうことですね。ここに金打ちとかはもちろんこの銀で取れるんで、この歩は問題ないですし、もう一回上がっていって、で、もう一回棒銀決めていくということで、いければいいんじゃないかと思うんですけど、さあ、いかがでしょうかという感じでございます。さあ、棒銀決めていきましょう。棒銀を決めていって、まあ、この上にはもう一回歩打ってですね、いつの間にかこっちの方が今の瞬間4歩ありましたね。ああ、なるほどね。で、これで、はい。さあ、これで、30秒。角打ちますか。角打って、これ、桂馬浮いてるんだね。ちょっと見えにくいけど、桂馬浮いてるんだ。浮いてないけど、そう、浮いてないけどっていうことだね。これで取ってくるっていうことか。なるほどね。これで金打っといて、はい。これで、これで OK。で、これで、この金取っておいて、なんで取らせてもらえないの？取らせてください。さあ、これは、ここに金打って、さあ、これで、問題ないんじゃないかっていう話があるんだけど、どう？問題ないでしょ、これ。飛車取られたのか。なるほどね。なるほど。残り3秒。時間切れ。はい、ありがとうございました。0秒の攻防。危なかった。結構時間余裕あったのにな。はい、最後ちょっとね、なんか飛車取られたりとかしましたけど、まあ勝ったんで全然問題ないです。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お疲れ様でした。どうも、ヤードです。今回もですね、将棋ボーズ実況やっていきたいと思います。さあ、お相手、どんな方でしょうか。さあ、1級の方ですね。嬉野流がお得意の方ということで、嬉野流初段ということですね。さあ、やっていきましょう。お相手は嬉野流というか、普通に居飛車という雰囲気なんですけれども、まっすぐですね、飛車先をついてきまして、まあ、こっから棒銀に来るのか、何なのか、なんかちょっとアヒルっぽくない？なんか、今のところちょっとアヒル戦法っぽい。あ、絶対アヒルじゃん、これ。アヒルだよね。アヒルにしか今のところ見えないんだけど。アヒルだとしたらマジで、その攻めを急ぎます。攻めを速攻で、アタックしていくという。あ、アヒルじゃない。アヒルじゃなさそうだぞ。ちょっとアヒルじゃなさそうですね、これね。アヒルじゃないのか、本当に。アヒルじゃなさそうですね。よかった。よかった。世界の平和は守られた。こうして世界の平和は守られたのであった。危ない、本当に。アヒルかどうかでね、全然ね、戦い方変わってきますからね。さあ、これで端歩でもついておいて、ちょっと相手の出方をね、ゆったり伺うみたいな感じの、攻め方に、していきましょう。さあ、これで一回銀上がっていって、銀上がっていってですね、まあ、桂馬とかもちょっと絡めながら攻めていけたらいいかなと思うんですけど、いきなり端歩か。いきなり端歩。30秒。なるほど。銀打ち？ああ、そっか、そういうことね。なるほどね。それで言うと、ここに角打っちゃう。角打っちゃって、で、この、歩取っちゃう。みたいな。まあ、要は、歩取って、ここのね、強者を回収してくるっていうのが目的だったんで、お相手的には。まあ、それをちょっと未然に防いでおきましょうということなんですけど、ただね、ここの角の頭に強者を打たれるっていう手も、ちょっと泣きにしもあらずかなっていう感じが、しているので、まあ、ちょっとどういう感じになるのか、未知数な展開になってきました。とりあえず、銀上がっていって、どうしようかな。普通にここに強者打っちゃってもいいけどね、もうね、もはや。強者打っちゃってもいいよな、これ。さあ、時間は若干勝ってます。20秒ぐらい勝ってるのか。20秒勝ってるとだいぶ安心な感じはするけどね。さあ、これで、一回は、強者打っておいて。さあ。2分。さあ、これで、ここに一回歩打っておいてね。歩打っておいて、この角をぶった切っていきましょうと。
ぶった切っていった時にこの強者が金にぶつかるんで、で、桂馬をゲットすることができて、あとはこの強成を無視していって、竜入っていけば、まあ、視界が開けたという感じですね。これで視界開けて、まあ、ここに銀打って、まあ、どうでしょうっていう感じなんですけど、はい。まあ、これで、ちょっと、成香寄っていって、まあ、この成香使わない手ないからね。ないので、まあ、これで、まあ、銀取りますよっていう宣言しておいてですね。王様が上に逃げてくるんだったら、それはそれで、ちょっと対応の仕様もあると思うんで、ちょっと考えようと思うんですけど。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。将棋ウォーズは始まったばかりじゃ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。音楽室の古いピアノに持たれて歌ったねしてる。まだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくって。